JH パーママイクノベンバーリマです。す。ごご視聴ありがとうございます今回は FTA と運用したいんですけど FT817 のみでは対応しておりませんので中華製のインターフェースを取り付けて運用してみました運用場所はベランダを追い出されましたので駐車場の車内から運用しております FT817 とインターフェースの間は日本の専用ケーブル インターフェースとパソコンは3分のケーブルで接続しております。小型の FT8172、中華製の小型インターフェース、いい感じに溶け込んでいます。動作についても非常に安定しており、50W 運用でも特別トラブル発生しておりません。最後に、利用しているアンテナは車にくくりつけた 7MHz 用 10M のバーチカルアンテナです。インターフェース、アンテナ、ノートパソコンの机、 気になる方は詳細動画見てください。ご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくお願いいたします